ますどうもどうもどうもご無沙汰しておりますどうもしておりますそういうチャンネルじゃないですよ <laughs> <laughs> どうもこんにちは、ヨータですこんにちは、ももです今日はゲストに来ていただいておりますヨータの兄弟の鈴木ももです前回ちょうど1年前くらいに Mac の使い方を聞いたんですけどまあそれから1年経ってまだあの時に言いたい,いこととか今回新しく言いたいことがねあるということなので、うん <laughs> お話どうぞしていただければと思います。<laughs> はい、はい、じゃあ今日は何をお話しますかあ、そうですね前回あの MacBook の紹介中身の紹介の時にちょっとだけ話したんですけど c a n ン a っていう画像を加工、えー、編集できるアプリがありましてそれについてねちょっと紹介したいなと思いまして、うん、じゃあ本日は。早速ちょいして頂きましょう。はい じゃあまずキャンバはあの、まあ、さっきも言ったように画像が編集できて加工もできたりあと動画とかも一緒に加工できるようなアプリになってます。ウェブベースでグラフィックデザインができるこうツールで、うん、かつそうだね。 アプリもあるから<う>、スマホでもできるし、Mac でもできるし、Mac にもアプリ入れられるって感じで使えるアプリになっております。うん、大変便利な。<laughs> <laughs> これ案件ではない。<laughs> あ、ではないではない。ただ私が好きでどうしても伝えたくて、この便利なアプリをみんなに伝えたくて、でも発信するところがないからあのお邪魔したという次第でございます。<laughs> はい、じゃあそのキャンバーをまあお勧めしようって言った時に、はい、そのお勧めポイントっていうのはどういうところがあるんですか？ そうです、ね、おすすめしたい理由が、まあ、3つございましてね、うん 1>, はい、1つ目が、まあ、すごいテンプレがたくさんあることです2つ目がキャンバーの中だけで素材探しがすごい完結するっていうところうん、うん、1>, 1つあればいいっていうところです、うんうん、3つ目最後が操操作作ががすごい簡単シンプルに操作ができるところですこの3つでね、うん、すごいキャンバーめちゃめちゃ使いやすいのでみんなにもぜひ知ってもらいたいなって思いました、うん、テンプレ充実してても なんかアプリが複雑だったら使いにくいしんか、ね、そう探す機能とかいろいろあってもうん、うん、使いにくかったらあれだけども、うん、キャンバスはそこら辺も入ってるのに使いやすいってとこがポイントと。じゃあ1個目の早速テンプレが充実してるのから Mac の画面見ながらちょっと話していきましょう。と, S とか動画っていうふうになっていてここでこうこのボタン丸ボタンをタップするとあのー そのサイズにしてくれる、うんうん、勝手に自動でサイズを変えてくれて、うんうん、でなおかつおすすめのテンプレもこう提案してくれるっていう感じで、非常に便利でございます。うんうん、あじゃあ、例えばプレゼンテーションのスライド作けたいよってなったら、そこのプレゼンのところをクリックし,ばいいし,してて、テンプレ選べばいいし、<う> SNS とかってやると、多分、Facebook とかインスタとか Twitter とかでこう決まった規定のサイズがあるから、うん、それに対するテンプレートをまあ選出してくれるっていう感じなんですかね。そうううですほうほ,うほう でまあじゃあ今回プレゼンで見ていきたいなと思います。うん、までここでプレゼンってやると左側にあるプレゼンの候補っていうのがいっぱい出てくるんですけどまあ今までの使ったものであなたのおすすめっていうのがあったりまあ普通にシンプルなものっていうのがあったりします。うん、であのカラーとかでここで検索ができるので例えばピンクって入れると ピンンクのプレゼンがいいっぱい出てくる。ああなるなほど。なんか色の名前とか,なんかデザイン雰囲気とかをキーワードで検索するとプレゼンが選べるんですねそ<う>テンプレがで、あとはなんだろうピンクとか色だけじゃなくてあの例えばマーケティングで使いたいからマーケティングとかあとはなんだろう就活用で使いたいから就活みたいな検索ワードを入れると,、えー、とそれに使えそうなテンプレが25万点の中から出てくるって感じ。 マーケティングに関するのだとこういう感じで出てきて使いやすそうなもの自分で選んでできるって感じなんだけど、まあ、こういうシンプルなものをペッてやるといいですねうちのチャンネルっぽくてそう黄色で陽太が好きな色になる <laughs>、うん、なるほどねだからそのテンプレの、まあ、量もさることながら、まあ、その量もたくさんありかつ質も高く探しやすいとこはポイント高い、ね、<laughs> そうデザインやったことないからあのうまいの作れないとか思う 方も多いと思うんですけどなんか普通に自分がいいなって思うものを選択すればもう勝手にデザインされて出来上がってるものだからうん、うん、それを選ぶだけっていうのがさいいっ,っきのあれじゃないけど表紙をねこう選べばそうあのもう他の後ろのページも全部デザインされているからまあ基本的にこれを崩さずに写真を入れ,入,れ入れ替えるとか文字埋め込むみたいなそう何かあの変えるっていうこと大きく変えるとかじゃなくても本当にか統一感のあるものを作れるなって思う。 うん、じゃあ2つ目キャンバーの中で素材探しは完結するってところを教えてほしいんですけど、うん、どんな感じですかそうですすかそうねあの普通にスライドをじゃあ作るってなった時あのワンポイントになるようなアイコンだったりとかフリーの画像表とかって。あの 外のサイトにに探し行くこととが多いそうそうそうめっちゃ使うと思うんですけどキャンバーの中にそういった機能が全部一個にギュギュッと凝縮されているので外のサイトにわざわざ出かけなくてもいいっていうのがすごいポイントだなとちょっとどんな感じの素材か見ていきましょう左のバーにある素材って上から2個の素材ってとこねそうタップしてカテゴリーは何が見れるの写真写真とグラフィックグラフィックああアイコンさっきのアイコンみたいな感じそう あと動くものものああるかなであと動画。あとオーディオ。えパワーポをつけるから、まあ、オーディオはそんなにもしかして入れないかもしれないけど、うん、なんか写真とかアイコンだけじゃなくて動画も直接調べて入れられるんですね。そうそうそう。で今回まあグラフィックでこの上のバーのところにある検索のところで PC って入れてあるんだけど検索するとこんな感じで PC の、えー、とイラストがたくさん出てくるって感じ。 で、うん、アイコンに使いたいなって思うもの黄色い黄金のパソコン黄金のパソコンあ、これこれね <laughs> これ出すとこんな感じあ,あクリックすると入るんですねそう私、普通にこれをドラッグでも入るって感じサイズとかってどうって変えるんですかちょっと、サイズねここを引き伸ばすだけおお。結構簡単にじゃあサクサク素材を調べて<う>必要な時にパッて入れてまた 次のスライドを作るってとこにこう集中できるっていうところがまあいい。そう、すごく時短にもなるかなと思います。あとなんか素材っていう面だとフォントとかもあるんですよね。そうですね。フォントもこの下の左の一番左のバーのとこのテキストってところをえっ、ー、とクリックしてもらって、まあ見出しを追加でここ文字のあのサイズすごい変えられるのでいなん何でもいいんですけどこんな感じで真ん中に置いて <laughs> ヨータチャンネルって打つと、ね、このね左のところにあるフォントを ククリックしててもらったくさん表示されるので自分が好きなものちょっっとずつ変えてってあの英語のフォントはたくさんあるサービスあるけど日本語のフォントもたくさん入っていそうですごい良さそうですねそうそうそう。日本語のフォントめっちゃ入っててんかあの普通だったらダウンロードしてこなきゃ入ってないようなあの特殊なフォントとかも入ってるしあと日本語以外日本語英語以外にも韓国語とかあの 複雑な複雑というかさあ,あんまり使わないような言語も入ってるからうん、うん、結構いいなって思うちなみに素材とかっていうのはもちろんこの中で探すこともできるし自分のパソコンからアップして使うこともできるんですよ、うん、素材はアップしても使えますこの一番端っこのアップロードってところをクリックしてもらうと今まで自分がアップしてきた写真っていうのが出てきたりうん、うん あと、ここのメディアをアップロードで、えっ、ー、と、自分のパソコンからアップロードできるっていうのが、のえっと、魅力的かなっていう。まあこんな感じでアップロードしたりすると、載せてくれて、ぺっ。 やるとなんか過去にこう入れたこれドリップのやつだけど写真とかもたくさん入っていて、うん、こうスライドとかだといちいち探すの大変だったりすると思うんですけど過去に使ってそのまあ再利用はめちゃめちゃ簡単にできますね3つ目の最後シンプルな操作ってところこれまでね見てきてまあ操作感はね伝わったかなと思って十分シンプルな感じですけども、うんうん、改めてなんか基本的な操作をね教えてもらおうかなと思います、うん、じゃあ今回まあスライド作りたいっていう、うん、え手でやるんですけどスライド作りたいときはまスライドのサイズにえっとまず 用紙をを設定して、えー、とそこからテンプレを選んでいきます、まあ、今回私は、まあ、こういう感じでねスライドの、えー、とサイズに紙を作成してもらってそこから、えー、テンプレを選ぶところから始めます、まあ、ピンクピンクのスライドをねそう作りたいので、はい、こんな感じでバーっと見てやそんなんないかなってあればそうなんかどれか気に入ったら選んでもらってそうだね、まあ、今回はねこれかな これにしようかな。これにしよう。はい。淡いピンクの,、はい、ンクのそう。鈴木メディア株式会社。<laughs> 間違いではないよ、うん。間違いではない。で、<う>じゃあ鈴木メディア株式会社のやつでどう作るんですか今、表紙うこういう感じで表紙を作るとなると、まあ、この写真ちょっと違うのにしたいなと。左にあるバーのところから写真を選択して、まあ、自分が使いたい写真を探すって感じ。こういう感じ。あ、桜みたいな。 こう入れ替わって。そう、入れ替わってくれて。で、ちょっとずらしたい時は、こういう風に位置を変えれば。いいって感じ。うん、いいですね。うん、じゃ、あ画像は、まあ、そんな感じで、うん、文字とかはどうすればいいんですか。文字は、文字も同じで、今入ってるものを変えたい場合は、同じように、うん。ダブルクリック。ダブルクリックしてもらって、一番左の上に出てくる。フォントとか。フォントのところを選択してもらう。サイズとかも入られるんですかね。こんな感じで、丸文字に変えて、サイズも。 大きくしたり小さくしたり,したりでここで色を変えたりもできる。うん。今あるやつを変えるっていうのはやったもんですけど、うんうん、新しい文字入れたいときどうするの？あ、新しい文字入れたいときはこのやっぱり黒い一番左のバーに戻ってテキストをタップしてもらって、うん、そこからえっ、ー、と入れていきます。まあこれあの見出しとか小見出しとかあるけどあの後でサイズ変えられるんで何でも大丈夫です。まあここで一番こうデザインが イメージと近そうなやつを選んで、うん、もう適当に文字を入れ替えて<う>で、色とかフォントとかサイズとか。まあほんとここら辺パワポーと一緒だね。だからあ間違えた。そう。そんな感じ。じゃ、なんかスライドとか作ってるとなんか表を入れてやりたいっていう時もあると思うんですけど、最近表が作れるようになったらしいという話が起きたんですけど、はいはい、どんな感じなんですか？あのこのやっぱり左のバーのとこ戻ってきてもらって、うん、素材。素材 2> 2番。運命のやつ2番目のやつ。 をクリックしてもらって下に行くとこの「表」ってあるのでここでペッてやると表が入りますはいはいセルを追加するのはここで横に一列追加うんここでえっと下に行の高さを均等にするとかできる広げられるのもビッできるそう広げるのは今まで通りこういう感じで広げるうん まあレッスンだからこういう何だろう人と説明する時にまあスペックとか何かこうになったと、うん、そうですね、まあ、今まではグーグルのスプレッドシートとかをこうスクショしたりとかしてるの多かったと思うんですけどそうじゃなくてこの中で完結するっていうようになりました。 まあじゃあ全体として、その、キャンバーとか新しいウェブサービスなんで、なんか機能不足かなって一見思ってる人も、そのパワーポイントでできるような、えっと、文字を変えたり、画像を入れたりとか、表を作ったりってことは、もう完璧にできるし、あの、素材とか、テンプレートとかの、他のサービスにない機能。で、かつ、まあ比較的シンプルな UI で使いやすいってところがポイントですかね。そうですね。はい。非常に使いやすいです。はいはい。はい じゃあ後半はちょっと入れ替わりまして僕がこのパソコンいじりながらキャンバーをねあの初体験していこうと思いますえまあお題というかあれは今回の動画のサムネをキャンバーで作っていこうと思いますまあ今までのトーンは崩さずにこんな感じの作りたいっていうのをまず iPad で書いてそれをねまあキャンバーで作っていこうと思います多分黄色い縁がここにこうもっと綺麗に書けないのかよっていうツッコミがありそうだけど ままあ、まあいいんでそそこそこです縁があって、うん、でなんか黄色い文字が入ってなんかタイトルの文字がここに入ってるみたいなのはまあなんか行こうかなはい、はい、基本的に使おうかなと思ってるんだけどなんかイメージとしてこの後ろにキャンバのあの画面とかがなんかこう入っててアイコンここら辺に入れるとしてキャンバの。 青い文字文字ここら辺、うん、なんか俺らがパソコンを一緒にこう覗き込んでる Mac、はい、あって人がここにはいはい <laughs> はい二、はい、人いるみたいなはい、はい、だからこれはちょっと白抜き今これ取ってちょっとしたいのとはい、はい、まあアイコンとか素材はそこに入れたいっていう感じの構成でまあ,あこれは文字だよねこれは文字オッケーっていう感じでいきたいと思います了解ですはいじゃあサムネを作っていきますはい、はい、まずここかな SNS s SN s, <S n ってところで YouTube のサムネ 1280×720 そうこうやって勝手にそ YouTube のサムネのサイズに合わせて、えー、と形を作ってくれるのはめっちゃいいなってうんポイント高い,いですね、うん、でそうだね、まあ、今回一番近い、えー、とテンプレートを作るこれじうないす<う>あるしそうだねそれがいいかなと思うねアウト、うん、必要だよ、ね、うん必要 でそしたら色変えたいからあの枠の色まず変えたいからそう一番端クリックしてもらってカラー左のカラーのとこドリップの色でそうドリップから黄色でやります大体一緒大体一緒はいでその文字どうする文字はまあなんか選択肢として多分これをそのまま使うかまたゼロから作るかが一個ですけどどっちがやりやすいんですかうんそうだね後ろにあのこういう背景使いたいとかそう ザブトン使いたいって思うならそのまま使えばいいし全然違うように普通に白に文字にしたければ、うん、あの後ろ透明の文字にしたければ消しちゃった方がいいじゃあ一旦全部消しちゃってしますあ、じゃあこれは使えるかなうん、そうだね、それは使えるねそれはなんか使えそうなものだけ残すって感じがいいかなあ,あ,あこういうことかあ、そう,そう,そう,うえられる角度変えられてこれ引き伸ばすとサイズが大きくなるあーなるほどねで、えーと、このエフェクトってところ上の、うん、クリックしてもらって 文字の、えっと、漢字の漢を変えそう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 背景のところを変えられたりとかそうそうそうあとここの背景ってとこ入れてもらうとここかなさっきみたいに座布団を使えたり座布,、はい、座布団の透明感を変えられたりもするしるここで湾曲もできる、まあ、一旦座布団はなしで、うん。いきましょうはいちょっとじゃあこれをどうやったらばらせるんですかばらすのはえっとこの丸っぽちみたいなこれ そうかでグループを解除これで多分で好きな位置に置くって感じなるほどねま文字まあ、これ大体なんかいつものサムネっぽいレイアウトになりましたで画像今回キャンパの画像を後ろに入れたいんだけどはいはいキャンパのアイコンを入れたいって感じアイコンも入れたいけどここの画面の感じを画面の感じキャンパの写真を撮ってそうそうそうで一番左のバーのアップロードのところアップロード からメディアをアップロードでスクショを上げるって感じ。置き換えるのは。置き換えもできるし。ここそうそうそう。ここなあ、できなかった。うん。あ、たぶそれね、ブロックになっちゃってるんゃ。あ、できた。あ、これでいける。これでいる。うん。あれいけない。おもってか。そうそうそう、持ってかないといけないあ。いけました。なるほどね。ちょっとサイズ感が調整したいけど。まあ、いいや、一旦細かいとこは。じゃ、ちょっと。 なんかこうパソコン覗いてる感じのやつつけて背景抜きたいんではいじゃあサムネ撮影したんではいサムネに入れていこう画像さっき撮ったやつをねこれ今やつを入れてでまたドラッグするとそうはいドラッグしたらしたら画像編集、はい、そうそうそう画像編集で背景リムーバー背景リムーバーこれプロプランのみうんプロプランのみ でもすごい優秀でもこう今話した間にぐるぐる読み込んでそうそうそう,そう気づいたら気づいたらどんくらい精度高いんですかねえ結構お<ー>お結構いけてバッチ結構いけてない後ろの恒例とかあるから結構あれなのかなと思ったけどもそうそう結構綺麗そうで残っちゃったやつ後で自分たちであちあの手動で消したりもできるからでなんか多分こうしてまあちょっと 適当など、うん、ここにテキストを入れてちょっとなんか背景をもうちょい綺麗にはしたい感じもするけど、うん、まあこんなざっくりとした手順だとこうやってサルムイ段作れるっていう、うんうんうん、そんな感じです感じですかね。はい 最後までご視聴いただきありがとうございました。キャンバーの動画はいかがだったでしょうかえー、実はアンドがもう2月に撮影していて、10ヶ月以上眠っていて、11月今公開という感じ撮影、またエンディングもしております。えー、改めて僕のチャンネルではですね、え、ああいうクリエイティブに、えー、Mac とか iPad とか iPhone を使う方法を、こう、アイデアとか設定、使い方も含めて色々ね、発信していきますので、ぜひね、えー、興味のある方はチャンネル登録と評価いただけると嬉しいです。えー、プレイリストもこんな感じで用意してます。えー、基本的な Mac の使い方とか、 動画編集デザインそしてカメラとか写真の話とかねそういうところをどんどんね増やしてこれからも行こうと思っていますので是非興味のある方は、えー、チェックお願いいたします何か Mac で知りたいことがあればまずね黄色用途で思い出していただければ嬉しいですそれでは以上用途でしたまた次回